はい、どうも、ベーレスパサがやっていきたいと思います。はい、さ、海王山高校でリュウ・リオン初使用していきたいと思っております。デッキの方は、シャビ、カルロス、青木、で、アユ、リオン、そして、サクラバ、この6人でやっていきたいと思います。で、バッチの方はね、春の知らせ持ち込んでやっていきましょう。はい、そしてアイテムの方は、パワードリド、招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきます。まあ、今回ね、リュウ・リオン使わせていただきます。まあ、精密機械のランクアップ金額、持っていて、ね、上限アップもオフェンステクニックということで、まあこの海王山高校かなと思いまして、海王山高校で使っていきたいと思います。まあ正直、あの中では、まあ言い方悪い言い方をすると、外れとなっていますが、まあ最新キャラということでね、まあ悪くはないのかなと思っております。まあしっかりと、ね、まずは、アユの告白なんでやっていきたいと思います。まずここでね、この次のターンに来てくれると嬉しいけど来なかった。まあそれは仕方ないとして、パーツコツもらっていきます。ではここ一回休んでね、鉄属やっていきましょう。で、リオンの方がね、現状、筋力ボナ持ってたはずなんですよ。カルロスとリオンが筋力ボナ持っておりますので、まあ今回鉄属は規律で行かせていただきます。勇敢で筋力稼ぐよりかは敏捷稼いだ方がいいのかなと思いまして、こちらで行かせていただきます。まあでもね、現状ね、技術が足らないんですよ。何回かやってるんですけど、技術が足らない。まあちょっとどうにかしたいかなと思っております。で、テクニックに行くか、オフェンスに行くか。まあ桜庭のコツあるからオフェンス行こうかな。いやでもテクニックもいいんだよな。カルロスは起きたからな。これ迷いどころ。まあ桜庭行こうか。はい。やっぱオフェンスワーク。桜庭、カルロス、青木。この3体をどう近づけていけるかが問題だと思っておりますので、まあ、まずはその辺から踏んでいくといいのかなと思われます。はい、カルロスの評価上がってきますね。OK です。で、できればメンタルに来てほしいな。あ、ナイス！ナイス体力回復。これ助かるな。ありがとう。もう、ここが来るまではね、休みたくないんですよ。休みたくないので、体力回復はちょっと厳しいです。なので、こういうバッチとか、メンタル、ね、来てくれるとすごい助かりますので、よろしくお願いします。いや、これメンタルでもいいかもな。だって、ウィル君どのみち、一致するでしょ。なんで、またテンション上がるし。これメンタルいきます。はい、OK です。関くん、小暮くん近づけてきます。次は桜庭踏みたいね。桜庭はもう最速で近づけていく準備はしております。はい、ウィル、OK です。桜庭、カルロス一緒にいてくんねえかな。特にメンタルでいてくれると助かりますね。はい、やべさか。で、リオン、福井部ですね。で、桜庭進んでいきます。早いね。で、ファンタジスタもらいたいんで、ファンタジスタ狙います。で、まあ、とりあえずテクニック、オフェンス、この2射を上げていこうかな。はい、こんな感じでいきたいと思います。はい、そしてさ、悪くない。メンタル悪くないね。テクでもいいけど、これメンタルいっていきます。まあ、岩渕、小暮。ね、青木くんも1。青木くん、次のターン1かな。はい、で、アユの告白は来てくれません。来てくれない。アユは告白ささっと来てほしいな。はい、これテクニックいきます。桜庭、小暮、有馬と。いいでしょう。はい、で、ここで、青木くんが一致でございます。完全一致。で、次のターン、桜庭が一致するかな。はい。はい、哲学一致。なので、次、カルロス踏みたい。カルロス踏んでいきたいですね。メンタルにカルロス来てくれませんかね。はい、堀場くん。進んでいきます。はい。そして告白の方も早めにお願いしますね。頼むぞ、告白。告白は、ささっと。来ない。いや、セクイチ中には来てほしいな。セクイチ中には来ないで、ちょっと体力の管理がしんどいです。あ、ナイススピード。スピードいきます。スピード、カルロス、行っていきましょう。岩渕も来てくれます。ナイススピードいきましょう。で、小暮があと1ぐらいかな。はい、OK です。いいね。さあ、告白。さあ、告白。ここだ。体力がないから告白。もしくはバッチ。告白バッチ。来てほしいです。どちらでもいい。で、これはね、カルロス、岩渕、両方テンション上がっているんですよね。なら、ウィルか。さあ、来い。告白。来ない。いや、これ切ります。イベントは切りましょう。で、メンタル。ああ、悪くはないかな。はい、これメンタルいってきます。で、ちょっと能力振っときましょうか。能力の方振っときたいと思います。で、オフェンスあと10上げて、
で、回復骨振りますね。回復、まあ、この辺も取っておきます。コツがないんで。はい、ね、スピードスタミナ上げておきます。で、ディフェンスも10、 E にはしときますね。もう10いくか。はい、ではこれでいきたいと思います。オンメンタルいきましょう。はい、告白残り2ターンで告白が来てほしい。頼むわ。ここで来ないとちょっと責任の頭もね、イベントないんで、ちょっと休まないといけないかもしれません。もしくはバッチ、バッチよりか告白がいいな。早めにデート行きたいからね。責任中には3回デート行きたいんで。来ない来ない、来てくれません。ここだな。スピードですね。オンスピーいきます。オンスピーいきます。オンスピーいきますが、オフェンス上げて、スピード上げて、パワー上げて、はい、オンスピー。オッケー。で、ここで告白。もしくはバッチ。はい。で、桜バイチしていきますね。頼むわ。ちょっと告白来てくんね。厳しいです。かなりきついです。告白来てくれないと厳しいです。そしてこれ、イベント起こしておきますね。さあ来い。いやー、来たーと思ったら桜だったー。このーね、違うんだよな、校舎裏。まあこれは一回休みますか。一回休みます。はい、リオン動いていきます。はい、そしてセク1 4676 ということで、セクにやっていきましょう。カルロス、カルロスささっといつ、お、メンタルいきますね。オッケーオッケー。音面いきます。音面タルいきましょう。で、秋山残り1で、関くんも1、オッケーですね。で、カルロス、一致させて、まあ、ささっと、青木くん、そして桜庭のテンション上げて、タックル狙っていきましょう。相手と一致していきますね。オッケーです。で、ここが来てくれました。まあ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 。まあ、セク一で来てほしかったけど、まあ、ここで来てくれるのはまだマシです。で、これメンタルいきましょうか。桜庭のテンションもありますし、これはメンタルいっておきます。はい、カルロスも一致、オッケーです。これでカルロス、桜庭、テンション上がって一致しております。ってことは、でかいタック狙います。オフェンスタック。まあ、筋力大量に稼ぎたい。技術、筋力技術精神、大量に稼ぎたいと思っておりますので、オフェンスタックにはまってほしいですよね。まあ、テクニックタックもある程度ありがたいですが、できればオフェンスにはまっていただきたいです。敏捷はね、稼げると思ってるんですよ。敏捷は稼げると思ってるんで、できれば、筋力、技術、稼ぎたい。で、カルロスが敏捷なんだよな、これな。青木くんテンション上がってますが、これはデート行っておきます。これちょっとしょぼい。デート行きます。1回目。背面デートこなしておきます。デート多分ね、これちょっと厳しいからね。セクニだと2回行きたいから。はい、行ってきます。青木。で、これは金徳読んできます。いやー、ここで体力回復イベントか。全開なんだけどな。ちょっとハマってませんね。はい、オフェンス。あー、微妙。あー、これであればね、メンタルいきます。青木くんとカルロス、テンション上げていきます。この二人、やっぱテンション上げた方がいい。桜庭というよりかはこっちですね。はい。で、マジか。カルロスか。あ、こっちですね。こっち行きます。はい。オン、オフでもいいのか。オフディフェンスいきます。オフディフェンス。で、オフェンス上げて、テクニック上げて、で、スピード、スタミナ上げて、残りパワーですね。まあ、こんな感じかな。はい。ディフェンスじゃない。まあ、でもディフェンス上げていいか。シーマにしておきます。はい、ではこれでいってしまいましょう。オン、オフ、ディフェンス。で、ここでテンション上がってます。カルロスもまだテンション上がってるはずなんで、ここでオフェンス。桜庭、カルロス、青木。まあ、このオフェンスタックが来たらワンチャン完走します。微妙ですね。お？でも。あー、そっちか。そっちか。こっちなんだよな。こっち行きます。オフ、オフェンス行きます。ここに桜庭がいてくればもっと強かったんですけどね。残念です。お、ナイス体力回復。これはありがたい。
で、リオンの福井で終わりました。で、これは、シャビ、もう一回読んでおきますね。で、次のターンデート行く予定。次のターンはデート行く予定なんで、でかいタック来てほしかったけどね。この二人、近づけるのもありっちゃありだけども、まあ、スピードかな。次デートだしね。はい、スピード行ってきます。どうせテンション上げたって次デート行くんで、関係ないです。はい、そしてワンチャンでかいタック、うわ、来てるじゃん。55%! いけねえかな？無理かな。狙います、これは。これは狙わせていただきます。これは、いきます。勝負です。もうこういうのはね、序盤では勝負しておきたい。頑張って。頑張って。頼むわ。はい、行きましょう。オフオフェンス 51% いきます。おお、取った。オッケー。で、次デートです。次こそはデートです。次こそはデート。で、桜庭終わってきます。ナイスです。ナイスタイミングだね。あー、ファンタジスタ失敗した。マジか。ファンタジスタ失敗か。それちょっと痛いな。それちょっと痛いな。それは痛いな。まあ、パワー上げといて。で、テクニックも青木くん失敗させたくないから上げといて。で、スタミナ。まあ、こっちかな。で、スピードも上げときます。はい、こんな感じでデート行きます。行きましょう。あれ ?2 回目だっけ？あ、やべ。全然デート行ってねえや。2連チャンで行く？デート2連チャンで行ってもいい。ここででかいタックが来てなければ2連チャンデート行くのはあり。では、青木くん、ね。2連チャンデート行こうか。でかいタック来てます？あ、微妙。ってことはデートでいいっすね。はい、ではデート行きまーす。ではデート行きまーす。行きましょう。はい、3回目。で、この残り2ターン、セクニの残り2ターンはテンション上げるために使いたい。青木、桜庭、カルロス。この3人のテンションを上げていきます。あー、てか、ちょっと体力消費が激しいな。ちょっと体力がしんどいかもしんないね。あー、ここ。待てよ。どっち行く？テンションを上げたい。でも、こっち。微妙だな。全員こっちにいるのか。でも、テンションだな。テンション上げます。うん、オフで次のターンも練習したいから、オンだとね、多分体力絶対きついんですよ。絶対きつい。そして練習後イベントで、ちょっと呼んでくんね。あ、バッチも来ないか。この体力ならギリ成功するかもしんないな。ギリ成功するかもしんないな。あ、でも微妙だった。でも微妙。であればこれは音面いきます。音面いきましょう。音面。はい、いきましょう。はい、OK でーす。で、ワンチャンここでラブバ。ラブバ来てくれればタック伸びますんで。で、アユのね、基本的に七夕のイベントって体力回復が多いんですよ。なので、ここは、目休むというよりかはサッカーが上手くなりたいでいきたいと思います。はい、少しでも回復させてほしい。で、12,858 ということでセク3やっていきましょう。はい、サッカーが上手くなりたい。で、体力回復。はい、OK。これだけ回復すれば十分です。で、俺はもう堀場くん行っちゃいましょう。うん。桜場テンション上げつつ行きたいと思います。で、スピード上げときます。で、オフェンス上げときます。そっか、俺スタミナ100人までしちゃったのか。まあいいや。はい、ではディフェンス行きまーす。オンディフェンス行きまーす。OK でーす。さあ、堀場くん。ここでまあ倒せはするんで、残り1、2回堀場を踏めば終わる。まあ、哲学はこのセクション中にある程度終わらせれればいいんで、ここからでかいタックです。青木、カルロス、一緒にいてくれ。どのみち次、夏まれつつりで回復なんで。あー、カルロスじゃねえな。こっちもいいけどな。こっちですね。はい、オフオフェンスいっちゃいましょう。少しでも稼いでおきましょう。OK です。はい、では青木くん終わってきます。いや、これ体力全開ならないんじゃないかな。もしかして体力全開ならない。あ、ナイスバッチ。ナイスバッチ。まあ、ここよりがいい場面はあったかもしれないけど、ありがたい。で、オフェンスが微妙。でもテクニックに来てくれました。OK です。オフテクいきます。でもって、敏捷は振れます。オフェンスも振ります。では、これでテクニックいきます。オフテクいきます。
はい、OK です。で、小暮くんもテンション上がってますと。はい。で、カルロス残り1回と。いやー、どっかでオフェンスタックでかいの踏みたいな。あー、これ体力ねえわ。体力ねえわ。あー、そこか。じゃあ、これはデートです。ここはデート行きます。デート行きましょう。待って、金徳終わらせたいな。はい、ではデート行きまーす。3回目。いや、4回目。意外とちょっとデートが早かった。4回目デートが早かったから、うまいことマッチが起こってほしい。ね。マイビエ桜庭？あ、終わってる？桜庭、アユ。そして、シャビ終わった。で、青木くん終わった。リオンはまだ。カルロスもまだか。あれ？金徳的に体力消費が、まあそうか。カルロスは、青木は終わったけど、リオンと、いや、リオンも終わってんのか。あとは、カルロスですね。カルロスの体力消費が残ってる感じかな。まあそこはなんとか頼むわ。で、これはね、こっち行っとこうかな。まあこっちでもいいんですけど、ちょっとしょぼいし、ここは小暮くん行っときます。しかもこのメンバーがね、結構多いんで、テンション上がるメンバー多いです。少しでも上げてきます、テンションがね。まあできればこういうのはメンタルで踏みたいけど。はい、カルロス。練習後イベントの体力が欲しいね。お、来た！ナイス。いいタック。あ、でも。いや、さっき桜庭行けばよかったな。すごい後悔してます。いやー。ね。さっき桜庭行けばもっとでかかった。はい、オフ。オフェンス行きます。スピードはね、高いかもしれないけど、いらないっす。敏捷はいらないっす。はい、では行きましょう。はい、行きまーす。で、これ桜庭と青木がテンション上がっております。もう、でもここでデート。いやー、バッチ欲しいな。あ、ここで、その体力消費か。痛えな。デート行きます。最終デート行っちゃいましょう。もうしょうがないっす。これは仕方ないとして、行きます。で、ちょっと、カルロスのイベントが終わってないから、早くこの筋力精神をカルロスに当てたい。はい、あゆ。まあ、体力、回復するけど全開にならないんだよな、これ。で、ここで、でかいタック。OK! いや、でも微妙。微妙だな。こっちだな。はい、オフェンスいきます。で、精神使っておきます。疾風陣雷。いや、でも疾風陣雷使っちゃうとちょっとあれか。敏捷使っちゃうの痛いな。はい、ではオフェンスいきまーす。意外と今回筋力出てそう。筋力出てる。でも技術がね、ちょっと出が悪いと思うんで、技術もうちょっと出していきたい。で、お願いだ。体力回復させてくれ。バッチ。バッチが大事。てか、このラブパ最終まで、このセクション最終まで進めてほしい。終わらないでほしい。いや、微妙。微妙なん来たなぁ。微妙なん来ましたね、これ。いや、微妙なん来た。桜庭いねえじゃん。これとか。はい、掘り場終わらせてきます。イエース。いや、マジでバッチ。マジでここバッチ。8% ぐらいバッチの起こる確率あるんですよ。まだ1回しか起こってないから、起こる可能性は結構高いはず。はい、ナイス、桜庭。で、これは、まあ、テンション上がってきますね。いやー、起こらない。いやー、あゆちゃんがいなかったら、今のはいけた。どうしよう。どうしよう。一回休むか、ここは。みんなテンション上がっ、いや。ドリンク飲みます。いいです。もうここは勝負です。勝負します。で、ここオンオフェンス行って、青木、桜庭、全員テンション上がった状態で向かいます。残り2ターンね。残り2ターン練習できる。あまりここでドリンクのは飲みたくなかったけど。まあ、なんとかなると信じよう。いやー、あ！でもテンション上がった。ありがとう。スパドリ。ラブパワー続いて欲しかったけどね。まあしょうがない。さあ！やる気上がれ。ここやる気上がらないか。いやー、まあ。桜庭がいないのか。まあしょうがない。で、ここで、筋力精神。結構稼げてます。精神が結構出てんだな、今回な。
プ陣内かな。はい、ではオフオフェンスいきましょう。筋力出てるね。てかカルロスしっかりと踏めてんだな今回ね。はい、青木くん踏んでるんで、中山、あ、秋山もさっき踏んだはず。中山テンション上げていきます。そしてオフェンス、もう一丁もう一丁、桜庭みたい。いや来ない、こっち行っちゃダメかな。いやまあ行くか、しょうがねえな。で、威風堂々潰せてるのありがたいな。結構来てるね。はい、ではオフオフェンスいきまーす。で、アユどれぐらい回復くれたっけ。全開しないよね、多分これ。全開しないよね、バッチ来てくんねえかな。あ、全、あ、いいね。結構回復した。69か。ナイスですね。で、23000回はちょっと、もうちょっと出したかったな。で、監督の評価上げておきますね。監督、評価どれぐらい今、上げないとまずい。監督、いやー足らん、これ足らん、全然足らん。いやー監督評価上げとくか、桜庭上げとくか。まあこれ監督ですね。監督上げときます。はい、オフメンタルいきます。体力温存しておきます。で、監督、監督、監督、練習後イベント、 OK、 OK、 OK。 あーバッチ、そこじゃない、そこじゃない、もったいない。これテクだな、これはテクですね。これはテクいっときたいですね。これはテクいっときたい。はい、オフテクいきまーす。はい、桜庭、テンション上がってきまーす。で、カルロス、ここか。体力ねえんだよな。体力、きついかな。メンタルに、メンタルに5だ。あ、結構いいな。メンタルに5だ。メンタルに5だ。お、来た。ありがとう。これメンタルいきます。これはもうメンタルでいいよ。いい、いい、いいです。でもって、この辺を。はい。これでいきまーす。オンメンタルいきまーす。はい。桜庭のテンション保ち続けるね。残り1回でございます。残り1回。ダッシュコツ。体力回復欲しい。これはどれでもいい。コグレでトラップコツ。で、ゴーダどこにいる？ゴーダそこか。あー、ちょっとしょぼいなー。まあ、ゴーダ潰すか。いや、倒せるよね。倒せなかったら痛い。倒してね、ゴーダ。倒させて。頼む。OK、倒した。OK、OK。危ねえ、危ねえ。で、この後バッチ。バッチ怒ってほしい。やっぱラブパがあるときに体力回復休むのはちょっとやめたいからバッチ。おわー、ナイス、ナイスタイミング。これはもう体力回復全開いきましたね。ナイスです。 OK です。で、オフェンス、オフェンスね。竜、うわー、みんなここにいる、しょぼい。もうこれゴーダいっちゃいます。いや、ゴーダ行くのやだな。ゴーダ行くの、ゴーダ行くのやだな。まあでもゴーダ行っとくか。もう倒しておきます。はい、行きます。はい、ゴーダ。もうしょうがない。これはしょうがない。今のオフェンスサッカーしょぼすぎました。いや、オフェンスね。この後、全ターンハマれ。全ターンハマってくれ。頼むわ。しょぼい。しょぼいぞ。ちょっとしょぼいぞ。ちょっとしょぼいぞ。アリュード振っといて、で、変幻、いやー、これ、筋力は稼げたけど、技術が稼げてねえなー。技術が稼げてねえ。テクニックでいい。から、毎ターン毎ターン乾燥してほしい。いや、消防。いやー、これ、いや、これ、桜庭置き、テンション上げたいんだけど。いや、きついな、これ。まあ。まあ、ねえ。きついですね。はい、スピードいきます。スピードいっちゃいます。で、筋力すごい稼げてます。はい、スピードいきましょう。さあ、お願い、テクニック。もうスピードにはまるな。スピードにはまるな。やべさかは。うわ！
マジで？それきつくない？タック来ねえのか。タック来ねえのか。これちょっときついな。メンタルいく？スピードいく？どっちいく？スピードで、やっぱ桜庭優先だな。桜庭優先。で、練習後イベント。誰か体力回復。ダメ。はい、投票もらいました。サクッとビンちゃん行ってしまいます。で、ビン賞が余っておりますので、振っときますね。はい、これで行きましょう。行きまーす。はい、終わりました。ということで、残り6ターン。テクニックタックでいいので、技術感想連チャンでお願いします。そうでもしないと多分足らない。あ、ナイス。いやーでも、そうか、青木のテンションが高かってねえんだな。ちょっとしょぼかったな。はい、まあしょうがない。まあ仕方ない。でも、振れる。で、カリウド振って、ボールダッシュも取っときましょう。はい、ではこれテクニックいきまーす。で、監督でいいからやる気上げてくんねえかな。練習後イベント。監督。はい、オッケー、やる気上がった。で、テック、いや、オフェンス。いやー、しょぼい。しょぼい。マジか。ラブパ。ラブパ。ナイス。ね、残り4ターン。いやー、スピードじゃないて。スピードじゃないて。これテクニックいきます。スピードじゃないよ。マジか。それきついなー。臨床ハマったとていらないんだよね。はい、オフテクいきます。いや多分テクニック全く上げれないな。110から110なんでどうやって経験点稼ぐんだ。やっぱ哲学技術優先した方がいいのかな。臨床も結構稼げそうな気するしな。カルロスいたらラップ終わった。ラップ終わり。マジか。これいきます。筋力は出てるんですけどね。筋力はかなり出てるんですけどね。はい。で、テクニック。はい、これでいきましょう。はい。オフ、オフェンス。いきまーす。いきましょう。で、やる気上げたいけど、やる気上がんないもんね、ここ。はい、サクッとピンちゃん、いっちゃいます。で、投書を一心伝心で、技術はもう取り切る。いや、技術、精神か。精神は行く。で、筋力。あ、マジ、こんな余った？筋力余りましたね。困りましたね、それは。まあ、とりあえずこれで行ってしまいましょうか。はい。では、これで行きます。行きましょう。はい。終わりました。2点は取りました。ということで、最終ターン。最終ターン、頼むわ。ちょっと技術稼がせてくれ。少しでも上がきたい。テクですね。ってことはこれもディフェンスするか。ディフェンスやりましょうか。で、いや、こっちじゃないのか。こっちか。ディフェンス振りたいけども、精神が足らない。筋力余る。しょうがない。もう筋力余していきます。待てよ。まあ、筋力余すか。余すか、どっちかとかこっちなんだよ。ここでいいか。はい。では、テクニックいきまーす。いきましょう。はい。では、サクッとビンちゃんいっちゃいますが、ディフェンス、とりあえず S にして、精密機械。ここかな。はい。では、これでいきたいと思います。とりあえず、これでいってしまいましょう。こうかな。はい、これでいきます。全然オフェンス足らねえわね。技術も上げたかったし。はい、ではいきます。はい、終わりましたということで 3-0 でございます。はい、まあこれはスキップします。いやー、もうちょっといきたいんだけどな。なんかうまいこといかないね。技術が稼ぎきらない。むずいです。リオンね。リオン使うのはありなんですけども、ちょっときついね。はい。まあ、今後は、どうか鷹山高校で技術を完走まで稼いでいくか。そこが、悩みかな。はい。
ということで、今回はこれで終わりかな。で、経験点は多分4万点ちょいだと思う。そんなに出なかった。はい、4万3000点。では、振ってまいります。はい、振ってまいりましたということで、さあ、どれぐらいいったかな？どれぐらいいったかな？うん、全然ダメですね。はい。XSS の6ということで、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。